はい、今回はですね、野菜スープの栄養について、まあ、ちょっと僕の思うところを、お話ししていきたいと思いますので、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、まあ、気になる方はチャンネル登録、よろしくお願いいたします。別に今回はすいません、その特に何っていうことはないんですけど、まあ、皆様も、まあ、飲まれるかもしれないですけど、野菜スープとか、まあ、あとは僕野菜ジュースとかを結構飲むんですよ。で、まあね、まあ、やっぱ健康のためにはね、やっぱ野菜スープとか、まあ、野菜ジュースとかって飲んだ方がいいかなとかって思うんですよ。野菜自体を食べることが、まあ、なくはないけど、まあね、少ないんでとかって。でね、ちょっとね、この野菜スープっていうのも、なんかどうなのかなとかって、どうなのかなっていうのは、なんか栄養が少ないとかね、そんなようなことも、なんかちょっとちらっと前、聞いたし、まあ、インターネットでも見たことがあるんで、ちょっと今回はね、それを気になって、ちょっとだけまあ、調べてみたっていうような感じでね、まあ、そのことについてお話ししていきたいと思います。うん。野菜スープは火を通すと栄養が減ってしまうっていう、まあそういう噂があるんですけれども、これっていうのは本当なのかなっていう話ですよね。で、僕結構野菜スープとかまあ美味しいと思うんで飲むんですけれども、なんかね、野菜スープは火を通すと栄養が減るみたいなことが書いてあったんで、まあどうなのかなとかって思ったんですけど、野菜スープに火を通すとビタミン C が減るらしいんですけど、ビタミン C はスープの中に入るんで、別にそこまで気にすることもないとかっていうことだったんで、まあガセネタかなとかって思ったんですよ。ただ、野菜スープでは取れないものがあるっていうことが言われてるんですよね。で、何が取れないのかっていうと、野菜スープでは酵素が取れないっていうことが言われてるんですよ。で、酵素って、熱を、要するに帯びてしまうと、摂取できないっていうことなんで、だから野菜スープを飲んでいても酵素が取れないから、あんまり体には良くないみたいなんですよね。酵素って生の野菜には入ってるけど、野菜スープになるとちょっと、取ることができないっていうような感じで、うん、いうようなことがあるみたいですね。うん。やっぱ健康はね、まあ僕もそうですし、リスナー様もやっぱ健康でまあいるっていうことはまあ大事だと思うんで、で、この酵素っていうのは、まあ酵素を不足すると、まあどうなるのかなっていう話なんですけど、酵素を不足するとね、人間老けるらしいんですよ。人体の、まあ、構造の問題、あと体の、まあ体内の問題もあるんでしょうけど、完全に放置していても、自動的に酵素が生成されるみたいなんですけれども、その自動に生成される酵素の量っていうのは少ないみたいなんで、すぐ消費してしまうっていうことなんですよね。うん。で、別に僕はなんか難しいこと言ってごめんなさいってことなんですけど、人間って酵素が不足すると病気になるとかって言われてるんで、まあ、多分そういうようなこともあって、なんか酵素ジュースとかってありますよね。僕飲んだこと、ないですけど、聞いたことぐらいしか人気があるって言うけど、酵素ジュースって、そういうことがあってね、酵素ジュースって、まあ、人気あるのかなって。あとは、酵素が必要なのは、睡眠が関係してるってことなんで、やっぱり睡眠は取らないとダメなんでしょうね。まあ、何時間とかってはないんでしょうけど、まあ、ね、ちゃんと適度に睡眠を取らないといけないっていうことですね。うん。で、まあ、今回ちょっとやっぱ思いましたけど、まあ僕ね、前言いましたけど、週にね、5日6日カレー食べてるとか言ってますけど、やっぱね、食事のバランスの良さって大事なんですね。酵素を摂取するとかもそうですけど、で、なんか今回調べたら、酵素を取る、すごく簡単な方法って言って、まあ僕そんなしてないんで分かんなかったですけど、キュウリとかトマトとかをそのまま生野菜ですか、洗って生で切って食べればいいみたいな。で、まあそのね、キュウリとか、わかんない、トマトとかでも生で切ってちゃんと洗って食べて、で、寝れば、酵素が取れて、まあ健康に なれるっていうようなことなんで、まあまあリスナー様もね、まあお忙しいとは思うんですけれども、まあちょっとこの野菜スープとか野菜ジュースとかっていうのにご関心を持たれたら、やっぱこの酵素っていうのが大事みたいなんで、まあ、生の野菜とかをちょっとでもね、その毎回とか毎日とか何回とかそれはないですけど、定期的に取られると体のためにまあいいんじゃないかなって、まあ、その簡単なキュウリとかトマトとかを生で切って食べるといいんじゃないかなっていうことをちょっと僕は思ったんで、まあね、ちょっと前からやってみようかなと思って、なかなかできないんですけど、ちょっとね、そろそろこれやってみようかななんて思ってるんで、まあ今回はそんなことをお話してみましたということで、今回の音声ここで終わりです。皆様いつも聞いていただいてありがとうございます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。